JR 北海道バスによりますと、12月から廃止となるのは、札幌駅と白陵高校を結ぶ米里線、上江別公園と新札幌駅を結ぶ夢見野線、そして北広島駅と南幌町内を結ぶ南幌線の3系統です。また、手稲、琴に、厚別などの各地区を合わせ、平日は136本、土日と祝日は79本の減便となります。 一度の減便数としては過去最大規模で、今回の廃止と減便に伴う平日の影響人数は2400人に上ります。運転手が定員より45人ほど不足しているためで、新たなダイヤは来月中旬に JR 北海道バスのホームページで発表される予定です。